式 YouTube 番組サンサンサニー TV。 サンサンサニー TV ボリューム30。来ました30回。30回、いよいよですね。30回ですよ。もう30回になりますか。30歳いい大人ですよ。もういい大人です、はい、30年は経ってないからね。経ってない、はい、じゃあ今日は後編ということで、ダンサーライブいよいよ行きましょうか。はい、ね、そんなグッチョンも決勝まで、はい、無事に勝ち進み、うん、いよいよ決勝を迎えるわけですけども、はい、これもう見てた人興奮したでしょうね。ぐいぐい勝ち上がっていくその姿にあーと思った人もいっぱいいると思いますよ。はい、絶対夢と希望、ありがとうございます。もうね、そのね、決勝前に、うん、あのダンサーライブの演出で、うん、あの演出映像が流れるんですけど、はい、それがすごくね感動して、うん、まあ、僕がこう撮った映像があるんで、グッチョンカメラで、そうですね、はい、それをちょっとぜひ見てもらいたいなと思います。見ましょう。はい、どうぞどうぞ。開催日時2021年4月17日18日の修正、最初に指紋認証を行います。指紋認証システム起動、手のひらを表にして手を上げてください。ありがとうございます。次に音声認証を行います。皆様の声を聞かせてください。声を聞かせて。認証失敗、原因不明、情報不足、2020年自動シャットダウン時に何があったのか検索。緊急事態宣言を発出することになります。理解しました。なぜあなたたちが声が出せないのか理解しました。なぜあなたたちの口が見えないのか理解しました。あなたたちがどれだけ苦しく不自由な思いをしてきたのか理解しました。声が出せないはずなのになぜあなたたちの目がこんなにも輝いているのか理解しました。あなたたちがどれだけこの日を待っていたのか理解しました。理解しました。理解しました。声を出す必要はありません。お手元に携帯電話をお出しください。本日、ダンサーライブは宣言します。理不尽な出来事や悲しみ、あらゆるネガティブが降りかかろうと、私たちが握手も、質問、ハグも、そして歓声が消え去っても、私たちが屈することはありません。私たちが諦めることはありません。参加していただける方は携帯電話とライトをつけてステージを照らしてください。で、こうやって声は出せないけど携帯のライトをみんなが照らして、うん、すごい演出だったんですよね。うん、今もなお命を救い続ける医療
はい、まあ、こういう演出がね、うん、あったんですけどもね、やっぱなんか今のコロナ禍をすごくこう、はい、なんつうかな、ポジティブに、うん、捉えて、はい、みんなでこう盛り上げようという気持ちを、その声は出せないけどもライトでみんなで照らして、この会場をなんかエナジーで埋め尽くそうみたいな、うん、そういう演出に感動しましたね、うん、はい、ぜひパクらしてもらいたいなと思ってます、はい、どうやって、いやでもなんかグッときますよね、めっちゃグッときました、ね、ほんまになんかこう会場中携帯で照らすあの光景って、グッチョンさんがあの場で撮ってくれてたから見れた光景なんですよね。あれって多分、うんうんうん、あの光景を見ることってできないですよね、あの場にいないと多分。うん、YouTube の方に載ってないんだな、うん、ということは YouTube は多分あのスクリーンの映像が載ってるんじゃないですか。グッチョンはみんな照らしてるのに照らしてなかったってこといや俺もちょっと、そういうことになるよね。いやそれはだから、いやでもグッチョンさんってあのほんまによくあるんですけど、カメラ起動するとライトつくんですよグッチョンさんライトついてますよってめっちゃ何回も言ってるんです。そうなんです、はい、多分それそうやと思う。両方やってる、両方やってるやろ、それちょっとこっちに。さすがです。いやでもそのなんかライトつけんのも別に勝手についてるだけやねんけどねやっぱさすがですわ、ほんまに。でもそこはね、やっぱなんか、なんか来る思ってて、うん、いやアライブのいつもあの演出って面白いから、はい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 、これちょっとみんなに見したいなっていうので、うん、あこれ来るなと思って撮っといたんですよ。ああなるほど、はい、あだからもう言ったら、だってもう頭から撮ってましたもんね。頭からね、そうです。しかもあれデイワンの方なんですよ。はいはいはい、デイワンは僕見に行って、その会場の雰囲気を、うん、確かめたかったから見に行ったんですけど、うん、デイ2はもう決勝前とかそんな余裕ないんで、そうですよね、ごめんなさいですけど、うん、デイ1で絶対演出面白いなと思って撮っといて、うん、はい、それが今回流させてもらったって感じですね。いやこれちょっとダンスと全然関係ない話していいですか、はい、コロナになって長いじゃないですか、うんうん、でも実はこの間にむちゃくちゃこうみんな動いてますよね、うん、そのエンターテインメントの人たちもしかり、うん、もうそれぞれの業種の中で、うん、もうみんな言うててもしゃあないじゃないですけど、うん、なんかこうどうポジティブに
なんか捉えて今何ができるかって動いてる人が結構周りにいて、そうですね、なんかエネルギーもらえますよね。そうですね、はい、もうほんまになんていうかな、ここでその何もしないというか、うん、本当にもう動かないっていうのは、うん、本当に危ないなと思います、うんうん、だからこの中でできることで、でこの中であの考えれることは全て行動に移してやれば、うん、またそこで新たな経験ができるし、うん、新しい未来が待ってるんで、はい、もうみんながねそれぞれ動いてくれて、うん、で僕たちもねこういうダンス音楽、うん、そのエンターテインメントを追求して、ね、みんなに提供できたらなって思いますね。はい、はい、いやなんかそんなそうですよね、はい、そうですよね、真由子さん、はい、ね、そうですね、頑張りましょうみんなでいろいろね、頑張りましょうかんちゃんいきなりいきなり振られた。いやでもあの映像にも載ってたようにね、いろんなこうものが降りかかってどんなネガティブにも私たちは屈しないっていう、ああいうことっすよね。この時に何かを発信したいと思っていろんな方向いろんなアプローチでみんな発信してきたと思うんですけど、もうほんま全部がエンターテインメントでありアートだな、私はそう思いました。いいな、屈しないね、手元にあんのいいな、 そのカチカチいいわ、屈しない気持ち、屈しない、そう、いやそうですよね、ではほんまにそうです、はい、行きましょうか、いよいよ、はい、あ、そうかそうか、今決勝前、今もう終わる気でいた、いやいやいや今もう終わる、あの、そうか、今からか、そうだからもうね、はい、ほんまにアライブは、うんうん、本当に精神力との戦いです。う、うん、めちゃくちゃ長いんですよ決勝まで、はい、もう1日通して、うん、いろんなコンテンツをやってるんで、うん、まあ、ジャスティドゥブもそうなんですけど、はい、本当に精神力、集中力をどんだけオンオフを切り替えて1日保つかっていう、うんうん、だ決勝残ったメンバーは全員そういう状態ですね今、うん、はい、ということでそんなも踏まえつつ、はい、決勝戦見てもらいましょうかね、はい、はい、それでは、対戦相手は、フリースタイルの、はい、ね、日本トップランカーですね、はい、ワッパー君です。ワッパーさんですよ。ワッパー君がね、はい、うん、やばかったですよ、うん、はい、ぜひ見てください、どうぞ。登場の曲の演出を変えていくのがいいですね。ですね。それではラストバトル、オールスタイルズの決勝戦、ブルーコーナー、グッジョーふざけてんな、決勝やぞ、すごい精神力ですね。ほらワッパーはちゃんと、いやほんまにすごいです。これ2ラウンドですか？これも2ラウンド1分ですね。
で笑ってね。何笑ってね。カンチ君今笑いましたけど、なんで笑ったんですか、カンチ君。あの今ちょっとカンちゃんのノリが出ちゃったんです。ああ、なるほど。カンちゃんのノリとちょっとあの脳裏によぎったんですよ。ガガーっていくやつ。コミカルサイドに。コミカルサイドに寄ったんですね。カンチ君の思い。好きだわと思いまして。ああ、なるほどね、なるほどね。ラッパーはね、何でも踊るんですよね。ロックダンス。ポップもね、めっちゃうまいですよね。もともとブレーカーですよ。え、そうなんですか。ね、ラッパーはこのコロナの間にね、先ほどパンチョも言ってたように、はい、ずっと動き続けて、うん、それは何て言うかな、自分のために踊って、うん、ずっと練習して一人で。磨き続けてた感じが見えましたね。さあ、それでは陪審員、レディー、ジャッジ、青、青、赤、赤、2-2で、オーディエンスは2-2で分かれました。そうなんですね。全ては審査員7名のご判断にかかっていくことになります。マイナビダンサーライブヒーローズ2020&2021 ファイナル、2日間にわたって行われた大会の最後のチャンピオン、オールスタイル、僕が青でワッパーが赤ですね。5度目の体感を狙う青グッジョンか、
3度目の体感を狙う。赤ワンパーカー、3、2、1、ジャッジ。あー残念、残念ですね。いやもっと見たかったですね、まだまだ。すごいな、はい、いやすごいすごいですね。いや負けちゃいましたね、うん、負けちゃいましたけども、はい、なんかやっぱり久々の大舞台で、うん、はい、あの燃えましたね、正直、うん、燃えました。なんかあこういうとこ久しぶりやなって、うんうん、なんかあまだまだいけるなって改めて思わせてくれたし、はい、本当に、うん、なんかダンサーライブってなんか僕、まあ、さっきも MC で言われてたんですけど、うん、今回勝てば5度目の優勝やったんですよね、はい、でそれをなんか思い返してたんですよ、うん、じゃあやっぱ一回一回、うん、あのそんな簡単なもんじゃないんですよね、やっぱり一、うんうん、回一回やっぱドラマがあるし、一回一回自分になんていうかなプロセスもあって、うん、本気やし、うん、であのそれにチャレンジするメンツも時代ごとに変わっていってるんですけど、うん、僕は2008年から出てるんで約13年ぐらい、うん、あの出てて、うん、やっぱ時代ごとにこう、それすごいね、うん、13年間出てるってすごいね。まあでも出てない年ありますよ、今まで7回ぐらい出てるんですかね、うん、7回ぐらい出てて、うん、ほんで、うん、6回か、うん、6回かで、一発目出た時に決勝戦で吉江さんに負けたんですよ、はいはいはい、うん、で次の年に決勝でまた吉江さんと当たって、うん、僕が優勝できたんですよね、うん、リベンジして、うん、で2008年にまた吉江さんに負けたんですよ、はいはいはい、だからこう勝って負けて勝ってみたいな、うん、で2009年に、もう一回出てでワッパーとやって僕が優勝して、うん、で2010年はジャッジかなんかやったんですかね、うん、ちょっと覚えてないですけど、2021年にまた出た時は決勝が誰やったかな、思い出し方が独特すぎてバファリンかな、ああバファリン、あそれ2015年、それ2015年か、2015年で、そうですそうです、はい、2015年でバファリン、うん、はい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 、うん、で2019年で、うん、ユキさん、うん、で2021年でまたワッパーっていう、うん、本当にもう、ね、すごいメンバーが今までこうライブって、うん、オールスタイルは特にいろんなジャンルとやるので、はい、ここですごい僕もなんか培われましたね、うん、自分の出し方というか、うん、ジャンルにとらわれない自分の音楽表現方法みたいな、うんうん、そういうのがやっぱライブは、うん、僕の中で大きいですね、はい、また新しい扉を開いたようでいやでも今回思ったのは、はい、僕、うん、コロナ禍になって、はい、ポップはずっと磨いてたんですよ、うん、でもやっぱ他のジャンル踊る機会がなくなって、おうおうおう、それはそういう場所がなくなったってことですか、場所もなくなって、うん、
ってやっぱクラブに行けないのか。ああなるほどね。クラブで僕はいつもいろんな曲がかかった時にこうステップを踏んでみたりとか、あのサルサとかね、なんかロックとかそういうのもやっぱ音楽でこうもらってやってた。でも今はもう自分らのサイファーとかやっぱこうほとんどねポッパーばっかりなんで、あそれは感じましたね。あなるほどね。でワッパーはいろんなジャンルを磨き続けてたんですよね、まあ、自分で曲をチョイスしてやってたんですよね。いやこの日はそのあれがハマったなあれなんでしょうね。そこのやってきたことが、車運転してみたりしてましたもんね。車運転するのにすごい惹かれる。なんかあの今までね、なんかそういうのエンターテインメントやなと思ってまうんでしょうね。なるほど。だからワッパーはそこら辺が本当に、そう磨いてきたのが今こうやって出たなって思います。本当におめでとう。めちゃめちゃかっこよかったです。次は負けへんでね。いやもうそれはやっぱね、もうこっちのモチベーションとしてはそら勝ってほしいっていうのがね一番ですから。はい、またねチャレンジしたいと思います、はい、あのタイミングがあって、自分の気持ちもこう高まってきたら、あのまたチャレンジしたいと思うんで、ね、まあ、これから皆さんもね、あのキッズとか特に、あの一度は立ってほしい舞台なんで、なんていうかな、経験する、ね、それをやっぱ経験せずになんか行くのも全然いいしいいけど、やっぱ経験したら経験しただけ何かもらえるもんがあるんで、特にやっぱ日本でやってるもう一番大きな、ね、ワンオンワンでやるソロであんだけの、ね、会場お客さんでそれをあの行うっていうのはダンサーライブだけなんで、ぜひぜひねチャレンジしてほしいなと思います。はい、ということで今日はこの辺りでお開きということで、はい、はい、それではバイバイ、バイバイ。ボリューム30はどうでしたか？楽しんでいただけましたか？まだまだ続きます。次はボリューム31続く。見てくれよな。キャラ分からへんよ。こんなの何しようかな。これとかどうですか？時間帯的にちょっとミッションがまたそろそろ来るんじゃないかなと。次のミッション俺がやりますよ。見ててください。ハンターは神出鬼没。次のミッションは俺一人でね。よしミッション来い。見せ場っちゅうのはね、自分で作っていくんやっちゅうのね。捕まったグズどもね。でも見せ場は作れなかった。え、ありがとう、またいつか。皆さん、サンサンサニー TV は面白かったですか？コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。サンサンサニー TV。